辛い便秘を解消できる腸もみマッサージをお伝えしていきますね。なぜ便秘には腸もみなのか、理由があるんです。それはこちら、お腹の上から直接的に腸にアプローチができる、刺激を入れることができるからなんですね。そのことで本来持っていたその腸の動きが活発になりますから、結果溜まっていた便やまた老廃物まで排泄、要はこうデトックスすることができるわけなんですね。でただ適当にしていいというわけではないんですね。ちゃんとポイントがあるんです。それは何かと言いますと、1つ目、力を入れすぎないこと、2つ目、指を立てないこと、3つ目、指の腹で優しく行うこと、そして最後4つ目、毎日続けてあげることなんですね。では早速、辛い便秘に効く腸もみマッサージの具体的なやり方ですね、お伝えしていきますので、お楽しみに最後までご覧ください。でまず位置取りが大事です。見えますでしょうか。私のここおへそを中心に取っていきますよ。そしてウエストのくびれに手をかけていくんですが、この時に親指は後ろにかけて、人差し指がそのくびれにこうちょうど当たるところを探ってくださいね。そうしますと、先ほどのおへその横、このここですね、この辺りに行きますから、ここをスタートにくびれの一番のところですね、1、2、3、4とこうしっかりウエストをですね、ギュッと掴むんです。で今回のこの便秘の解消のね、この腸もみマッサージの行っていただきたいお時間帯なんですけれども、別動画でもいろいろとお伝えはしているんですが、特にこの動きの場合はお昼がベストです。でなぜかと言いますと、この今回お伝えする腸もみはですね、少し、気持ち圧をかける必要があるんですね。力を入れすぎるわけではないんですが、ちょっと他の運動の、バリエーションに比べると力をちょっと入れるんです。ですからお昼間というのはあなたの自律神経の交感神経が優位になっている時間帯ですから、ちょっと強めに押してもね、いい時間帯なんですね。多少押しても大丈夫な時間帯で、逆にこうリラックスするような夜にぐいぐい押してしまうと、交感神経優位になってしまって、もう腸がですね、全然動かなくなってしまいますから、要注意なんですよ。というわけで早速今からお伝えしていきます。あなたも一応できましたか？しっかりと親で後ろに回していただいて、ウエストのくびれにしっかり人差し指と親指が来てますか？ではいきます。でこの状態からですね、しっかりとこの掴んでいただいて、でポイントは呼吸なんです。しっかりとできれば腹式呼吸で行ってみてください。腹式呼吸とは何かと言いますと、息を吸う時にお腹が膨らんで、吐く時にふーっとこうへこむ、これが腹式呼吸。ただこの運動は立って行うわけですから、立ち姿勢で腹式呼吸でちょっとね難しいんですね。仰向けの時は自然にできると思うんですけれども、立っている姿勢では難しいという場合は気にせずにいいです。もうゆっくりした呼吸ができればもう丸なんです。ではこのしっかり位置取りができた状態で、この腹式呼吸でまずは息を吸います。そして吐きながらぐーっとですね、軽く圧をかけていきます。うーっとこうしちゃダメですよ、軽くです。でもちょっと軽く圧かけていいです。でこのままね、8秒数えます。吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8。そして8秒経って吐き切ったら、またここでね、一回手を緩めるんです。で吸いましょう。吸って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 、でまた吐きながら8秒ふーっとこうキープしていくんですね。これを1セットとして全部で10セット行っていきますよ。ではここからが私と一緒にあなたも行っていただくお時間となります。さあ準備はよろしいでしょうか？じゃあいきましょう。10回いきますよ。3、はい、吸って、はい、吐いて8秒、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、手緩めて2回目です。吸って吸って、はい、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい、3セット目。吸って、はい、吐きましょう1、2、3、4、5、6、7、8、はい、4
セット目です。吸いましょう。はい、吐いて1、2、3、4、5、6、7、8。はい、5セット目吸って、はい、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8。はい、6セット目吸ってください。はい、吐きながらちょっと軽く圧かけて1、2、3、4、5、6、7、8。はい、7セット目吸って3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、8セット目です。吸ってください。はい、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8。はい、9セット目。はい、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ラスト吸って10セット目です。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、手を外したら終了です。さあ、いかがだったでしょうか。この脇腹をですね、ぎゅっと軽く圧をかけてあげることで、もう腸に本当にいい刺激が入るんですね。でその結果、辛い便秘、もう例えばこう一生懸命食物繊維取ってるのに、水分もいっぱい取ってるのに、なんでなかなか便秘が治らないんだろうという方は、あなたのその腸の蠕動運動がうまくいってないからなんですね。そこでこの腸もみマッサージしていただきますと、辛い便秘がどんどん解消してきますから、ぜひぜひ毎日続けてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。